田村貴明君。はい、委員長。田村君。日本共産党の田村貴明です。最初に法人税について質問します。自民党の税制改正大綱では、日本の法人税率が約40年間にわたって段階的に引き下げられ、現在の法人税率は最高時より20ポイント程度低い 23.2% となっていること、法人税率の引き下げにより、企業経営者が内部留保を活用して、投資拡大や賃上げに取り組むことが期待されたこと、しかし、それは実現せず、賃金や国内投資は低迷し、企業の内部留保は555兆円と、名目 GDP に匹敵する水準まで増加したことを指摘しています。そして次のように述べています。近年の類似の法人税改革は、意図した成果を上げてこなかった。自民党の税制大綱です。鈴木大臣、同じ考えですか。鈴木財務大臣。ご指摘の近似の類似の法人税改革につきましては、平成27年、28年度税制改正で、成長志向の法人税改革として、我が国の立地競争力と我が国企業の国際競争力の強化のための税率引き下げと、課税ベースの拡大を合わせて行いましたが、令和6年度与党税制調査会、与党税制改正大綱におきましては、近年の法人実効税率の引き下げが、必ずしも実質賃金の引き上げや前向きな投資に つながらなかったとの認識のもと、田村先生ご指摘のような内容が示されたものと承知をいたしております。はい、我が国企業において持続的な賃上げや人への投資、設備投資などが進んでいくことは重要であると考えておりまして、政府におきましても、これらの改革が実際にどのような効果をもたらしたかについて、今後、客観的、実証的な検証が求められるものと考えております。田村貴明君、実証、検討、そして行動しないといけませんね。自民党の大綱には、我が国の法人税収は足元の企業収益の伸びに比して、緩やかな伸びとなっており、法人税の税収力が低下している状況にあると指摘しています。資料1をご覧ください。赤色、法人税率は下がり続けています。青の折れ線、法人所得は過去最高の水準を優に越しているにもかかわらず、黄色の棒グラフ、法人税収は最高時の 77% 程度しかありません。これが実態です。法人税の税収力の低下について、鈴木大臣はどのように認識していますか。鈴木財務大臣。令和6年度与党税制改正大綱、今、田村先生がご指摘になられましたように、我が国の法人税収は足元の企業収益の伸びに比して、はい、緩やかな伸びとなっている旨が指摘されております。例えば平成24年度から令和3年度までの10年間におきまして、企業の所得金額の伸びが約 1.7 倍であるのに対して、税収の伸びが約 1.4 倍にとどまるなど、近年こうした傾向が見られること、これは事実であると認識をいたしております。こうした点を踏まえまして、与党税制改正大綱におきましては、今般の改正において、戦略分野国内生産促進税制、イノベーションボックス税制など思い切った法人減税を行う一方で、法人税全体のメリハリ付けの観点から、賃上げや投資に消極的な企業に大胆な改革を促し、減税措置の実効性を高める観点からも、税収中立の観点からも、今後、法人税率の引き上げも視野に入れた検討が必要であるとの記載がなされております。今後の法人税の在り方につきましては、こうした考え方や経済情勢の変化、国際的な動向を踏まえて、検討していく必要があると考えます。田村貴明君。企業が得た純利益は配当と内部留保に分配され、内部留保金が500兆円を超え、現預金も300兆円に積み上がっています。配布資料の2と3です。そして配当も上がっていますと。従来のやり方を改めなければなりません。
下がり続けている法人税、これ見直さなければいけないと思います。減税額が最大である研究開発減税はどうでしょうか。研究開発減税の目的は、研究開発への投資を促すものと言われています。過去10年間で減税総額は実に6兆2376億円にも上っています。資料4ご覧ください。総務省の2023年科学技術研究調査結果によりますと、2013年から2022年の10年間で研究開発費総額の対 GDP 比は横ばいです。研究費の総額は10年前と比べて3兆3794億円増加しています。そして20兆7040億円になりました。平均すると毎年3379億円程度の増加であります。これに対して、研究開発減税の適用総額は、2013年から2022年の10年間で合計6兆2376億円、平均すると毎年の減税額は6274億円に上ります。つまり、毎年6300億円もの減税をしているにもかかわらず、研究開発総額は毎年3400億円しか増えていない。大臣、意図した成果がここも上がっていないのではないでしょうか。結局、大企業は潤沢な内部留保もあり、資金がないわけではありません。減税がきっかけになっているわけではないですよね。いかがですか。鈴木財務大臣。今申されたそういう数字があるということは事実であると認識いたします。田村貴昭君。市場競争の必要に応じて投資を判断しているだけではないですか。そもそも研究開発減税は資本金10億円以上の大企業に集中しています。昨年6月の政府税調の答申では、例えば減収額が最大である研究開発税制はその恩恵を享受するのは全納税法人約109万社のうち1万社程度であり、100分の1、業種別では適用額の 80% が製造業に集中し、サービス産業の適用は少なくなっていますと記されています。加えて、2020年分を見ても、減税総額全体7636億円の 71% が資本金10億円以上の大企業です。しかも自動車産業や製薬産業など特定産業に恩恵が集中する異常な不公平税制となっています。政府税調では政策税制はこうした租税原則の歪みを生じさせてなお必要性や有効性があることが明確に認められるもののみに限定し、期限を区切って措置することが原則です。期限到来時には必要性や有効性を検証の上、廃止を含めてゼロベースで見直す必要がありますと、このように記されているわけであります。廃止を含めてゼロベースで見直す必要がありますと指摘されたにもかかわらず、ほぼ同じ制度で継続されています。反省がないじゃありませんか。さらに、本改正案では、平年時230億円の減税見込みのイノベーションボックス税制が創設されます。これも研究開発を促進させるものであります。目的がかぶります。両方の減税を、これ、財務省聞きますけれども、同時に受けることはできるんですか。青木酒税局長。将来の経済成長の礎となる企業の研究開発を促進する研究開発税制、それから研究開発拠点としての立地競争を強化するイノベーションボックス税制、これはそれぞれ異なる政策目的によって、講じられている措置でございまして、研究開発時点において研究開発税制の適用を受け、でその研究結果として取得した特許権などから生ずる譲渡所得やライセンス所得についてイノベーション税制が、両方適用されることは可能でございます。その上で1点だけ復元させていただきますと、今回、イノベーションボックス税制を創設するにあたりましては、研究開発税制の見直しにより必要な財源を確保することとしており、おります。田村君。可能なんですね。意図した成果のない研究開発減税は見直さないどころか、さらに厚くするということですね。これは一粒で二度おいしい大企業減税じゃないですか。
一つの研究で開発時の投資額に減税を受けて成果物にも減税がある、こんなやり方続けていていいんですか。さらに今回の法人税減税の目玉が戦略分野国内生産促進税制の創設であります。経済安全保障を口実に莫大な政府の補助金と税金が投入されます。平年度ベースで2190億円の減税を見込んでいます。その減税が10年間続くことを考えれば、一体総額いくらの減税を見込んでいるのでしょうか。青木主税局長。総額いくらというご質問だと思います。措置期間全体の減収額につきましては、本税制が事業者からの計画の申請を受けまして、令和8年度までに経済産業大臣の認定を受けてから、10年という長期にわたる措置でございます。で、減収が生じる期間全体にわたって、各製品の市場動向、それから事業者の課税所得など、減収額を決定する要因を現時点で見通すことはなかなか難しい。ことから確たることを申し上げることは困難ではありますが、その上であくまで一定の過程の下で機械的に試算いたしますと、措置期間全体の減収額は 1.9 兆円程度となります。田村君。 1.9 兆円程度になると、この戦略分野には補助金も含めると国からの巨大な援助が、しかも一部の企業に与えられることになります。例えば熊本県に半導体工場を建設した、台湾企業 TSMC、日本の子会社 JASM ですけれども、24日に開所式が行われた第一工場では、4760億円の補助金がつきます。加えて第二工場で7320億円、合わせて最大1兆2000億円もの資金が国から補助されることになっています。この JASM の工場は、戦略分野国内生産促進税制の対象となるのですか。経済産業省西村大臣官房審議官。お答え申し上げます。補助金と生産投資促進税制とは両立しないと認識をいたしております。田村君。TSMC、熊本の子会社 JASM についてですね、この支援について伺います。第二工場合わせて1兆2000億円と。一方でですね、中小企業対策費は新年度予算で1693億円にしか過ぎないんです。その全体の中小企業対策費の7倍ものお金を一市企業に投入する、あるいは新たな減税の対象になるかもわからない。鈴木大臣、歯止めのない国費の投入になっているのでありませんか。鈴木財務大臣。そもそもでありますが、半導体支援につきましては、経済安全保障の観点から我が国にとって不可欠な技術を他国に依存するリスクを低減することなどを踏まえ、先端半導体の製造基盤整備に取り組んでいるものであると、そのように承知をしております。ご指摘の TSMC への支援につきましては、こうした政策目的実現に合致するものとして補助金による支援を行っているものと認識をいたします。ご指摘の誘致企業の立地する地域における人材確保や環境対策も含め、所管の経済産業省において適切かつ効果的に予算が執行されることを期待をしているところであります。田村君。経済産業省岩田経済副大臣、お尋ねします。副大臣も九州なのでよくご存知のことだと思いますし、私も JASM を先立って見てまいりました。もう街が一変しましたよね。で、報道もよく あっています。そもそもですね、この半導体産業を衰退させてきたのは、これまでの自民党政治であるということを前提にですね、ちょっと質問しますね。TSMC の工場で起こっている、大きな問題があります。例えば交通渋滞、
これはもう大変なことになっています。それから地価が高騰していると。で、高い賃金にですね、労働力が引き寄せられて、地域の雇用が深刻で、そして人手不足に陥っているということです。熊本県の最低賃金は898円です。第一工場の食堂スタッフは1500円で募集かけていますから、約倍です。ここに移りますよね。ラーメン屋さんが1000円で募集かけても応募がないと。時給1000円でかけても応募がないということです。さらに熊本の水というのは地下水です。熊本市など11の市町村は上水道の 100% を地下水で賄っているところです。一方でですね、ジャスムは年間310万トン地下水を汲み上げます。枯渇がないのか、地下水は枯渇しないのか、これ本当県民、住民、農家の方々が心配、不安の声を上げています。取水以上の寛容をこの巨大企業はちゃんとするのか、約束守るのか、その担保はどこにあるのか、説得ある説明が聞かされていないところであります。こうした問題、今もって政府の力で解決していませんよね。これから生じる問題、どうやって防いでいくんでしょうか。副大臣、私はですね、やはり、今度の、誘致に対する補助金もですね、もう際限のないですね、歯止めのない国費の投入によって、こういう事態が起こっているということを、まあ、念頭において、問題点、今指摘しましたけれども、いかがお考えですか。岩田経済産業副大臣。はい、お答えいたします。TSMC ジャスム工場の建設や稼働については、地域に大きな波及効果を生み出している一方で、今ご指摘がありましたように、交通渋滞でありましたり、また水をはじめとする周辺環境への悪影響、そして人材不足などの懸念の声が上がっているものと承知をしております。まずこの環境の関係に関しましては、経済産業省としては、5G 促進法に基づく認定にあたりまして、JASM、TSMC が工場の整備計画の中で、我が国の法令の基準以上にしっかりと取り組んでいくことを確認をしております。具体的には、TSMC のすべての工場では、排水再生システムなどを活用して、水の再生利用率を高めるとともに、これは有害化学物質規制に関する国際的な認証を取得することで、この PFOS 等の有害物質の使用及び製造に関して、厳しく検査確認を行っており、また地元の熊本においても同様の対応を行うものと承知をしております。また、その地下水のですね、ご指摘もございました。熊本県庁におきましても、この各種の対応を進めておられまして、地下水の水位の低下や、またその有害物質の流出に関しては、地下水寛容指針を2023年の10月に改正をして、新規に取水をする井戸につきましては、事業者に求める寛容目標を取水量の1割から原則10割に引き上げるとともに、さまざまなモニタリング調査等も行っておられると承知をしております。また人材面につきましては、一昨年に立ち上げました九州半導体人材育成等コンソーシアムを通じて、地域の実情に照らして必要な人材育成を産学官が連携をして取り組んでいるところです。TSMC の工場を中心に、需要が旺盛な半導体人材のパイ自体の拡大を図って、地域企業の人材確保との両立を進めてまいりたいと考えております。いずれにしましても、地域の方々が不安に感じられることがないように、引き続き熊本県庁や関係省庁とも連携をして、経済産業省としても最大限取り組んでまいります。田村君。副大臣ね、先ほど懸念の声が上がっていると言われたんだけども、これ、懸念の声じゃないんですよ。実際、影響が起きてるんですよ。大問題になってるんですよ。人手不足なんですよ、ね、そして地場の、ね、業者さんが働く人いないって言ってるんですよ、取られてしまって。で、水の寛容、ね、今お話あったけども、枯渇は絶対ないと言えますか、約束してくれますか、いかがですか。岩田経済産業副大臣。はい、お答えいたします。先ほどお触れもいただきましたが、私も九州で佐賀県の出身でございますので、この熊本の状況等はですね、やはりこのいろんな形で私の耳にも届いておるところであります。人材の確保、そしてまたこの地下水の確保等に関しまして、この熊本県庁や関係省庁とも連携をしてしっかりと取り組んでまいります。田村君。
近年の類似の法人税改革は意図した成果を上げてこなかったと自由民主党自身が言っているにもかかわらず、今日のお答えは減税に次ぐ減税、そして法人税は、引き上げないと、ね、まだ引き上げ、そういう指摘が出ているという答弁に終わっています。失政の延長線上ではないでしょうか。次にインボイスについて質問します。インボイス制度には古物商特例があります。古物営業法の許可を得た古物商や質屋等が仕入れる古物、質物を対象としており、特例が認められればインボイスがなくとも仕入れ税額控除ができるという仕組みです。この古物商特例について質問します。インボイスの導入によってパチンコ業界は経営危機になると言われています。パチンコ業界は3点方式です。1つはホールと言われるパチンコ店、2つは特殊景品を買い取る景品買取所、3つは特殊景品を回収しホールに転売する問屋さんで成り立っています。問題が発生するのは景品取引所です。特殊景品を買い取るときにお客からインボイスを入手できないため仕入れ税額控除ができなくなります。そのままでは多額の消費税の納税が発生します。しかし特殊景品の買い取りを古物商特例の対象にすることでインボイスを免除できると聞きました。警察庁にお伺いします。パチンコの特殊景品というのは古物営業法で定義される古物に当たるのでしょうか。警察庁和田長官官房審議官。古物営業法は盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もって窃盗その他の犯罪の防止を図り、およびその被害の迅速な回復に資することを目的とするものであり、同法において古物とは一度使用された物品もしくは使用されない物品で使用のために取引されたもの等を言うと規定されております。従いまして窃盗等の犯罪の被害や盗品等の処分の実態が認められないパチンコの商品については、当該パチンコの商品を買い取ることについて古物営業法の規制は及ばないものと認識しております。田村君。すみません、委員長、岩田副大臣は退席していただいて結構です。はい、では岩田副大臣どうぞご退席。古物営業法の目的は盗品等の売買の防止、犯罪被害品の流通を防止することにあります。対象は13分野に限定されており、パチンコの特殊景品はその対象に該当していません。したがって古物ではないので、一般のお客から特殊景品を買い取る際にインボイスは発行してもらえないので、仕入れ税額控除はできないのであります。ではなぜ景品買取所が古物営業法の許可を取ればインボイスなしに仕入れ税額控除が認められるのか。特殊景品は古物ではないので古物商特例の対象に該当しないのではないでしょうか。いかがですか。国税庁星谷次長。お答え申し上げます。古物商がインボイス発行事業者以外の社から買い取る古物にかかる課税仕入れにつきましては、法令上いわゆる古物商特例によりまして、一定の事項を記載した帳簿のみを保存することにより、仕入れ税額控除の適用を受けることができるとされております。この古物商特例は古物取引においては、一度消費者の手に渡ったものが再び事業者間で取引されるといった点を踏まえて設けられたものと承知をしておりまして、このような取引の実態にございます景品交換所が買い取る特殊景品につきましても、一定の要件のもとこの古物に準ずる物品として古物商特例の適用対象となると考えております。田村君。準じる物品、特殊景品は少なくとも古物ではありません。消費税法の古物商特例の古物に準じるものに該当するだけであります。仮に特殊景品の買取業務だけをしている事業者にも古物営業法の許可は認められるのでしょうか。警察庁にお伺いします。特殊景品の買取業務だけをしている事業者にも古物営業法の許可は認められるのか、認められる場合はどのような条件が必要となってくるんでしょうか。和田長官官房審議官。
お尋ねのいわゆるパチンコの商品買取所が窃盗等の犯罪の被害や盗品等の処分の実態が認められないものを取り扱う場合、古物営業法の規制が及ぶものではないと考えております。田村君。この話非常にややこしいんですけどね、特殊景品は古物ではないんですよね。しかし古物営業と同等の取引によって買い受けて古物営業法の許可を得たならば古物商取引、古物商特例が受けられると。ちょっと無理が入っているやり方ですね。パチンコの特殊景品は古物でないのにインボイスなしで仕入れ税額控除をするためにわざわざ古物営業法の許可を取って古物取引があるように見せかけているということですよね。金地金を使っているとしても特殊景品は盗品や犯罪被害品である可能性が低いので古物営業法の対象外となっています。この古物商特例の適用は古物営業法の趣旨にやはり合っていないのではないですか。財務省いかがですか。国税庁星谷次長。お答え申し上げます。先ほどもお答え申し上げましたが、景品交換所が買い取る特殊景品につきましては、取引の実態を踏まえまして、古物に準ずる物品として、古物商特例の適用対象となるというふうに考えてございます。はい、田村君。古物商特例の適用を受けるためには、古物営業と同等の取引方法によって買い受けるという条件が必要になってきます。もう一問聞きますね。景品買取所にはどのような条件が求められるんですか。また対面取引が必要とされる理由についても具体的に説明してください。星谷次長。お答え申し上げます。古物営業と同等の取引方法により買い受けを受けるとは、例えば古物営業法の規定に基づく取引と同様に、相手方の住所、氏名の確認や、業務に関する帳簿への記載等を行うなど、古物商が古物を買い受ける場合と同等の取引方法にあることを言うとされております。具体的には、古物営業法においては、取引総額が1万円以上の古物の買い取りに際しまして、本人確認およびいわゆる古物台帳等への相手方の住所、氏名との記載が必要とされておりまして、古物商特例の適用にあたっても、同様の対応が必要となります。なお、1万円未満である場合には、本人確認および古物台帳等への住所の記載等の記載は必要なく、帳簿のみの保存により、古物商特例の適用を受けることができるということでございます。いずれにたちましても、古物商特例の適用対象になるかにつきましては、個々の取引の実態に即して適切に判断するということでございます。田村君。はい、今のお話をですね、景品取引所に当てはめてちょっと考えてみましょう。これいろんな問題起こってくるんじゃないですか。古物営業法に従えば景品買取所は犯罪被害品の流通を防止するために窓口をガラス張りにするなどお客の顔を見て取引ができる環境を作らなければなりません。対面によって相手方の態度、仕草などを見て確認するためであります。さらに1万以上の買取については、今答弁ありましたように、本人確認や運転免許証などのコピーの保存、帳簿の記載をする義務が生じてまいります。住所、氏名も確認する。これがですね、パチンコの景品買取所において、景品取引所において行っていくということなんでしょうか。実際にパチンコのですね、お客さんが特殊景品を換金する際に、本人確認を求められたら、これやっぱり嫌じゃないですか。本当に景品買取所がこのような条件をクリアできるのでしょうか。この条件を回避するために、1景品、1取引と考えて、1万円未満の景品なら、この条件は必要ないとのお話もありました。そもそも風営法でパチンコの景品の価格の上限は9600円プラス消費税と決められていますので、
この条件をクリアすることになります。例えばですね、総額3万円の買い取りの場合、5000円の特殊商品を6回に分けて1万円以上の取引に必要な条件を回避できるのではないかということであります。警察庁にお尋ねします。古物営業法で定める1万円以上の取引における本人確認義務などについて、5000円の古物を6個総額3万円で買い取る場合は対象になるのでしょうか。和田長官官房審議官。古物商が古物に該当する物品を一度に複数個買い取る場合は、その物品の対価をすべて足し合わせた額、つまり対価の総額で判断することになります。はい、田村君。対価の総額で判断するということですから、小分けにしてもですね、本人確認とか住所とかの確認が必要になってくるわけですよね。これ実際できますか。古物商特例でも特殊景品を分けて買い取ることで本人確認をしなければならない、それを回避することは認められないということで、今の答弁よろしいですか。和田長官官房審議官。繰り返しになりますが、古物営業法にいう古物に該当しないものを買い取る場合は、古物営業法の規制は及ばないところでございますが、古物商が古物に該当する物品を一度に複数個買い取る場合は、その物品の対価をすべて足し合わせた額で判断することになります。田村君。鈴木大臣、インボイスを導入したがためにですね、もうこういう、まあ、ある意味無理やりなやり方がしないといけないことになっちゃうんですよね。景品取引所が古物商取引で仕入れた税額控除、をやろうと思えば、客対応でトラブルも生じかねないということになりますよね。真面目に経営をしているパチンコ屋さんは、インボイス導入であまりにも重たい負担がかかるかもしれません。しかも対応が不十分なら、税務署に仕入れ税額控除が否認されて、買取、景品の買取意向が破綻しかねないリスクを生むことになるわけです。大臣、こうしたことになるという事実、知っておられましたか。こうしたリスクをですね、パチンコ店を、の周囲で起こるということについてご存知でしたか。鈴木財務大臣。古物商特例につきましては、今朝方田村先生のこの質問の答弁打ち合わせをする際に、事務方よりその制度の概要について、まあ、レクチャーを受けたところです。その上で、田村先生と今政府参考人との間でのさまざまな、まあ、やり取り、なかなか複雑だなという思いでお聞きをしたところでございます。まあ、いずれにしてもこうした古物商特例が適切に取り扱われることが重要なことであるという印象を持ったところです。田村君。インボイス導入する前はですね、こんなことにならないわけですよ、ね、お客さんがパチンコで楽しんで、そして景品取引所に行って、そして問屋さんがまたパチンコ店に納めていくと、この流れをですね、崩してしまうことになっちゃうわけですよね。そして景品取引所が本当に仕入れ税額控除ができないことにいつもつながりかねない、これ大問題になると思いますよ。だからもうことごとくインボイスというのはですね、あらゆる問題を引き起こしているわけであります。さらに問題があります。古物営業法の下で中古車自動車販売を行っている事業者がインボイス問題で排除されているというケースであります。中古車オークションの売買のケースであります。売り手買い手どちらの参加者もほとんどが古物営業法の許可を取っている事業者であります。古物商特例があるので、インボイス登録業者でないものからの購入でもインボイスなしに仕入れ税額控除ができました。
しかし、今、中古車オークションでは、免税業者が排除されています。私のもとにも相談がありました。なぜオークションに参加できないのか、理由を教えてください。青木酒税局長。お答え申し上げます。中古車オークションを運営する企業の中にはですね、そのインボイスの発行をそのオークションのシステムの中で完結させる方法で行っている、事業者おられまして、でそういうその方法の特性からですね、そのオークション参加資格をインボイス発行事業者に限定した企業があるというふうに承知しております。田村君。オークション企業の判断、オークション企業の判断だったら、免税業者は参加できない、それを役所の方は全任するということになっていいんでしょうか。青木酒税局長。すみません、最初は理由について問われたので、そこの部分だけお答えしましたが、でそういう事実をですね、担当省庁を通じて確認いたしました。で落札側については免税事業者と確認しました。で確認したところですね、落札側については免税事業者の参加を引き続き認めているという例もございました。でそういう事例をですね、今後業界団体を通してですね、その場合のインボイス制度への対応方法の一例としてですね、共有していただく方向で対応するというふうに聞いております。財務省としていたしましては、これまでも関係省庁と連携して、事業者が実務上直面している課題の把握などに努めておりますが、引き続き事業者の立場に立って、きめ細かく対応を、丁寧に対応をしてまいりたいというふうに考えております。田村君。オークション参加を認めるところもあれば、排除されるところもあると、これ、おかしくないですか。インボイスの導入にあたってですね、免税業者のままであり続けることはできるんですよね。そして課税業者になることもできるわけですよね。そうした中で免税業者であってオークションに参加したいという権利がそがらされてしまった、排除されてしまったと。でこれはやっぱり守らなければいけないんじゃないですか。何か、企業の判断で、こっちは OK、 こっちは排除で、そういう無責任な対応でこのインボイス制度を運営していくということになるんですか。青木酒税局長。繰り返しになって恐縮ですが、中古車オークションの中にはですね、落札側については免税事業者の参加を引き続き認めている例もございます。でまずはこうした実務上の対応例を中古車オークションの業界内で共有していただき、それぞれにおいて対応をご検討いただくということが重要と考えております。引き続き関係省庁と連携して、事業者が実務上直面している課題の把握などに努め、事業者の立場に立ってきめ細かく丁寧に対応してまいりたいと考えております。田村君。鈴木大臣、私ね、先ほど古物営業法古物商特例のお話ししましたけれども、これ、なかなか本当難しいですね、理解するのに。大臣もなかなか難しいということをおっしゃったと思うんですよ。で、大臣がやはりそういうふうに感じておられるんだったら、商いをしている人、それから中小業者、免税業者の方、もう大変やっぱり苦しむと思うんですよね。今日2つの例を出しました。で、この例についてですね、不利益が生じないように、ちゃんと対策を打つべきじゃないですか。でそもそもなんでこういう事態が起こっているかというと、インボイス制度を導入したからなんですよ。インボイス制度を私はもう中止すべき、廃止すべき、皆さんと一緒に言ってきたけども、やはりこれ廃止すべきですよ。でね、廃止の決断まだされないんだったら、今起こっているこういう問題を政府の責任においてちゃんと不利益が生じないように、せめて不利益が生じないようにすべきじゃないですか。大臣いかがですか。鈴木財務大臣。インボイス制度は複数税率の下で適正な納税をしていただくためのこれは制度でございます。でその上で例としては多分少ないんだと思いますけれども、今日先生から
古物商の特例の話に絡んで、パチンコ業界のお話、それから車のオークションのお話がございました。まあ、そういうようなものに対して、まあ、不当な扱いがあって、その不当な扱いの中で不利益になるということは、これはあってはいけないことであります。そのために今までも公正取引委員会と関係省庁、省庁じゃないですね、関係機関とですね、との連携というものも取ってきたわけでありまして、いずれにしましても、そうした不利益が起こらないような手立て、しっかり考えなければいけないと思います。田村君、引き続き取り上げていきたいと思います。質問終わります。これにて田村君の質疑は終了いたしました。